by Docomo. Your quality radio time. Docomo, making sense.皆さんこんばんは、清水美智子です。あ、三谷幸喜です。あ、三谷さん、一人のってことですか。あ、ってことは何が。三谷幸喜ですよ。あのですね、はい、この間ね、ここでお話しした時に、うん、意外とこの三谷さん、わからないってことは言わない人だなって感じだったんですね。わ、はいはい、かるもん。私の目の前にクイズトランプがあるので、うん、どっちが一体クイズを答えられるか、私クイズ弱いんですけども、まあやってみる。何系のクイズ。割と常識系だよね。常識系、僕特別、本当ね、僕と石坂浩二さんはわからないっていう言葉を一切言わない面白い人間ですからポン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 やっていきますよ。これなんて言うんでしたっけ。シャッフル、シャッフル意味あんのかな。臨場感だけはありがとうございます。はい、じゃあいきましょうか。はい、私はじゃあ宮内さん、じゃ先行後攻。それ年上の私があなたに出しますよ。で、一回失敗したら立つんですよ。立ちませんよ。玉球方式で。方式じゃない、あんた。本当にこの間も立ってないでしょ、一回も。いきますよ。まず私があなたに出します。はい、あれやめましょうよ。三択なし。うん。オッケーオッケー。じゃららん。結婚記念日の順番を並べよ。三択なしですからね。適当にお願いします。自分で言ったんだもんな。紙婚式、銀婚式、金婚式。正解は銀婚式、真珠婚式、そして産後婚式、金婚式になります。これあなたの性格が災いして、これバツになったんだからね。2問目お願いします。大名行列の通過を待たずに横切ることの許された職業は何。あ、三択お願いします。半分正解でいい、それの代わり。あ、これ僕知らなかったな。私も知らないよ。1番管理は、サンバ、2商人、3大工、4力士。1番のサンバ3、うん、正解。ます。ローマは1日にしてならずといった人物は次のうち誰。シーザー。三択の中にもないわ。誰。答えはセルバンテス。あ、セルバンテスなんだ。セルバンテスはそんなこと言ったんですか。そうです。おかしいな、ちょっとそれ。どうぞ。バドミントンは何を打ち合うスポーツ。これはもう三択なし。あの羽、あれをなんていうか。三択お願いします。シャトル、バトル、ロケット、ボール。シャトル。これおかしいよ、これなんか。売上世界一の小説作品は何という作品。1月の王子様、2星の王子様、3太陽の王子様、もしかってことがあるかな、4白馬の王子様。星の王子様。屈辱だ。なんか楽しくないな。あ、じゃあこれも三択なしでいきますよ。あと5秒ルールでいきますよ。うん。十二支の中で実際にいない動物は何。あ、かん、いない動物。いない動物。猫。ちょっと待って。全然話を聞いてない、清水さん。清水さん、一番良くないとこが出た。十二支の中で実際にいない動物は、うん、あ、ごめん。猫はいるし、私その四択肢の中に、うん、猫とかイルカとか いるのかと思った。違います。立つ当たりだけど、これやっぱりちょっと虚しくなってきましたけど、じゃあ先週5問までにしましょうか。はい。数のことは何の魚の卵。1ニシン、2サケ、3タイ、4シシャモ。ん、あ、恥ずかしい。もう一回数のことは何の魚の卵。1ニシン、2サケ、3タイ、4シシャモ。ニシン。ピンポン。趣味雑学問題です。はい。僕はこれは知らなかったですね。ブルージーンズはなぜインデコブルーに染められたの。ガラガラヘビ。うーん、当たったでしょ。正確にはガラガラヘビ避けのためまで言わないとちょっと惜しかったな。もともと丸や三角の形にもあったハンカチ。歴史です、これ。歴史文学問題。正方形の形を一般的にするきっかけとなった人物は誰。1マリー・アントワネット、2マリア・テレジア、3ルイ・シャルル、4ビクトワール王女。むず難しい。マリー・アントワネット。ピポン。イタリアのローマにある真実の口はもともと何のために作られたものでしょうか。白。じゃあ4択いきますよ。はい。嘘をついてないか調べるため、占いの道具、神殿の飾り、下水道のマンホールの蓋。映画では1だったんだよね。うん、だけどそれ答
このクイズは簡単だから1ブーブーがムカつくブー下水道のマンホールの蓋2回ブーはおかしいでしょブーが間違えたみたいだからブーブーちょうどまたブーに戻ったからあじゃあ行きますすいませんレオナルド・ダ・ヴィンチ作のモナリザのギザは自名ですがモナは何でしょうか四択いらないよねモナうんなんかあれじゃないですかミスとかそういうやつブー夫人そういうやつじゃないですか1少女2恋人3夫人4愛人そういうことそうこれいいですよはい歴史問題どうぞ日本で一番最初に洋式の靴を履いた人物は誰1番中岡慎太郎2番それ終わらない人中岡慎太郎いそうだよね大阪の2人石原慎太郎洋式の靴3番吉村虎太郎誰それ4番司馬遼太郎それ本当坂本龍馬なんで5番があるか分からんけど絶対こうでしょピンポンピンポンピンポンセピア色のセピアとはどういう意味でしょうか1おはぐろ2イカスミ3昔4思い出面白いですねその問題そう多分何が阻まか分かんないねあんたも思い出っぽいけど違うんでしょうねきっとで3番なんだっけ昔くどいようですけどそっちからの質問なしねって最初言ったよねなんでイカスミなの知らない何番にする2番イカスミピンポンそうですなんでなんで一世風靡イカスミだったがっかりこれであれでも時間とっくに過ぎてしまいました失礼しましたあ同点だ同点ですねまた来年Well, looking forward to next